スポーはい、どうも皆さん、こんにちは。MSS プロジェクトでございまーす。やってまいりました。今回は MSSP 料理企画今回はですね、はい、コンセプトがございます。美味しい料理を作ってください。美味しい？はい。ただし、見た目がまずそうな料理を作ってください。なぁ。今回は、見た目がまずそう、かつ、中身はちゃんと美味しい料理対決です。見た目は最悪だけど味はいいよねっていう料理をわざと見た目は大事じゃないですか、ね、だから今回のポイントとしては見た目の最悪さ、まずこれポイントです、うん、はい、ね、最悪であれば最悪であるほど高得点になります、うん、はい、なおかち美味しさ、なおかち、なおかち美味しさ、はい、で勝負していただきます。簡単でしょ。これはもう個人戦ですので。なるほど。じゃあ誰から言いますか。多分俺かな。多分時間かかるから。あ、本当に、うん、じゃあそういきます。できるまでに時間がかかる。あー、そうね、そうね、はい、おまた英語から行くのかと思った。じゃあそうしましょう、はい、クッキング開始です。ゼラチン500、これ、これ何本、あ、結構入るな。で、これ200で1袋だから2袋ちょっと使った方がいいか。2貫でいいか、とりあえず。お汁。ああ、そうだよね。そんなもんだよね。着色料。これさ、緑に塗って、色つくよ、こいつ。いやーって感じだな。水には色つくけど、物体には難しそうだな。まあ、最悪これはいいでしょう。チェリーの汁もこっちにドンと。汁だけじゃやっぱ無理なんだよな。ということで三ツ矢サイダー傘回していきましょう。火なのさ、あ、結構こう見ると結構多いな。おお、なお、シュワシュワ。あー、ちょっと爽やかな色だな。これはダメだ、泡がキモいな。黒かどんどん炭酸が抜けていく。まあいいでしょう。油を塗っといて、よし、おう、出すぎ、いいでしょう。ゼラチンを、うわ、入れすぎたかも。くっさ。じゃあ、あとこれを一旦戻して。あ、でもまあ、ちょっといい色かもしらん。で、ゼラチンを混ぜ込むと。いやー、どうなるかなぁ。お、なんか浮いてんだけど。あ、いいかも。これを、冷凍庫に入れるか。よし、次あれだ。あー、ちょっとちっちゃかったな。欲しいな、ここ。いい、すげえ細かい。5、5、2、いや、多分取れねえな。まあ、仕方ない。今回はこれにしておこう。こいつの色がつくかどうかが問題。つけとけばなんとかなりそう。よし、オッケーかな、これで。よし、あとは固まったらまた作業で終わりです。さて、私 FB37 の番でございます。まあ今回はですね、とっても素敵なですね、オムライスを僕は作ろうと思っております。今回、基本となるのはやっぱ黒、赤、紫あたりだと思うんですよね。やっぱり青もいいね。まず黒で、赤黒あたりで攻めていきましょう。うわ、でもいいね、この血の色みたいな、ブラッディーな感じにしていきたい。こんな感じの、あ、いいですね。これ突然口から入ったらみんなビビります。で、これを容赦なくこんな感じにぶち込んでいくと。で、下準備としまして、スパゲッティ、今回はオムライスなんですけど、ちょっとした、ね、まあ、理由があって、ウインナーにスパゲッティを刺していきます。
いいですね、こんな風に作っていく。まあ3匹ぐらいでいいでしょうか。で、こいつらを茹でていきます。色がいい感じにつくのかな。ちょっと人が真面目に料理してる時にどうかと思いますよ。お母さんが晩ご飯作るまでの間寝てるや息子みたいな感じだった。こんなもんでしょ。あ、いい感じになってるけどそんながっつりやっぱ色はつかねえな。激しくなるたびに笑ってしまう。モンスターっぽいこの青色。青色は食欲を減退させるような感じ。うわ、もうあとはオムライスを作ってくれる。恐ろしいほど着色料を使ってるから大丈夫。体にいいのかな。絶対うんこの色おかしくなる。この色いくんだって。はい、じゃあまず着色野菜とも炒める。チキンライス作るんですが、普通はねここでケチャップを入れると思うんですけど入れません。ガラスープだけで味を整える。さらに着色料を。割とこれだけでいいんじゃないかぐらい黒い。せっかくだしバター使おうか。バターアホほど余ってるんで、これから使うより油全部バターでいいんじゃない。でケチャップはここでたっぷり。ではいい感じに卵が焼けましたね。お悪くはないけど。はんぺんを、なんか意外に可愛い気がしてきた。できた。割とプリティな、プリミティブな料理になったんじゃないですかね。はい、というわけで早速試食の方をしていくんですけども、はい、今回、採点形式でなるほど行こうかなと。まずは見た目の悪さ、うん、5点満点。おで味5点満点、シンプルな形、はい、10点満点、はいさ、はい、さあじゃあ早速アロマさん料理の方よろしいでしょうか。ファーストインパクト大事だよね。できましたよ。おなんか埋め込まれてる。なんだどうぞなんだこれ。プルンプルンしてるもん。プルンプルンしてる。なんかもう邪悪なスライムみたいな感じだね。なんか聖剣伝説2の最後の方で見たわ こんなスライム。こちら獄門鏡です。獄門鏡獄門鏡獄門鏡これが獄門鏡か。獄門鏡来ちゃった。工場さんこの中にいんの。助けてあげなきゃ。出ちゃうよマジサトル出ちゃうよ。サトル出ちゃうよ。やばいサトルが中から暴れます。思ったよりならなかったんだな。いやこれ相当色ガン付けしないと。いやそうだね。この青いの何。キウイの真ん中。キウイの真ん中。じゃあいただきます。さっぱりしてて、うん、さっぱり。うまい。見た目とは裏腹にめっちゃさっぱり。ツヤサイダーがいい仕事してる。そうやね。うん。うちらにはちょうどいい甘さ。うん。キウイの真ん中の部分も一応キウイの味するもん。あ、そうだね。もういい。普通に美味しい。普通にうまい。食後のデザートに食べたい、うん。確かに見た目はかなりやばいけど。うん。目つぶって食べたいよ。そうだ、ね。うん、あ、じゃあね。目開けたらびっくりするんじゃないこれ。そうだね。下水道みたいなやつ。じゃあちょっとこちら点数つけましょうか。悪いと5なの。悪いと1。見た目が悪ければ悪いほど。見た目が悪いっていうのは悪いほど高得点だから5。味は良ければいいほど高いです。じゃあ点数の方一斉にどうぞ。じゃん。おお、なるほど。共に 3.5 です。お、これは大体点数的には同じな感じだな。なんかまあそうだね。うん、俺味に関しては強一ありそうな気がするんだよ。マジで。いやだって。そっか
そんなやばいな。いや、やばいとかじゃない。味は良かったよ。まあ、確かに。特に甘さがちょうどいい。見た目に反してね。正直、まあ、この企画の前にも死ぬほどチキンバーガーを食べて、うん、そうだよね。ちょうどいい感じの。うん、確かに。塩梅がちょうどいい。そうです。見た目に関してはみんな、まあ、同程度。うん。っていう感じ、まあ、これが基準かな。これ、なかなか基準になりそうな感じもしますね。うん。はい。さあ、じゃあ、続いて、はい、私、FB37 の、今回の素晴らしい料理。自分で言っちゃった。はい、今回の料理は、こちらでございます。わあ、みんなのところキモいな。なんかキモい。そもそも何なんだ。え、これどうぞ何かわかんない。わかんない。あ、オムライス。オムライスです。はんぺんは美味しいのこれ。あのちょっと味付けを濃いめにしたはずなんで。うん。はい。はんぺんと一緒に食べていいかも。かウィンナーの見た目は最悪だね。悲鳴出てくるわこれは。そうですね。卵。わあ、中も。中も。これやば、ね、虫殺した感覚まあ、うん、まあ、でもなんだろうこれやっぱ色味のせいで、いやマジなんか嫌悪感あるよな、うん、美味しく感じない、ないよ、そうだよな、うん、別に味的になんか粗探そうとしても、うん、まあちょっとぬめってるぐらいかな、なんか嫌だな、なんか嫌だ感じするな、うん、このはんぺんの食感もなんか嫌だな、このクオリティだと、うん、あ、いらなかったやっぱ、ある意味マッチしてんだけど、コンセプトには合ってるけど、そう、うん、特に何のあれもなかった、ね、そうだよ、ね、うん、本当はね、もうちょいやった時にケチャップが、うん、あの卵と飯の間にめっちゃ入ってたんだけど、だからやった時に血みたいにバーって出るかと思ったら、そんなに出なかったで、わざとチキンライスはケチャップ味にしなかった。じゃあ、点数の方お願いします。どうぞ。わー、ありがとうございます。もう見た目はしっかり分かった。もうすごい、みんなみんな似たような感想。これはもう、これはもう間違いないじゃあね、うん、味の高いの、美味しくないわけじゃないんだけど、そう、まあ、別にもちょもちょしすぎ、そうだね、おそらく原因としては、うん、無理やり色つけようとするために食紅を溶かして入れまくって、はい、水分が多くなっちゃう、うん、そう、まあここまでやっちゃうとね、っていうか多分見た目のせいで味も落ちてるんだよ、ね、まあ落ちてる部分もあるけども、うん、いやでもそこは ね、そう、自力がちょっと足りてなかったかな、そこはでも食べてもうまいってなるレベルがまあいいのかな、うん、そう、理想はね、うん、そうだね、ああ、まあまあでももうこれはもう皆さんも一致ということで、はい、ほぼ一致、ラメ入りの食紅を入れます。なかなかいい色してるこれ、土なんだけど、見て見てこれ土なんだけど、土だね。 MSS プロジェクトのチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ぜひ通知もオンにしておいてね。オン。 MSSP ライブチャンネルはこちら、ゲーム実況チャンネルはこちら、 MSSP のお知らせ公式ツイッターはこちら、 MSSP おすすめ動画はこちら、そして動画ネタを募集中です。イエーイ。みんなコメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。